こんにちは、原点のりひろです。今回はですね、腰の回し方についてお話ししたいと思います。以前ブログでも書いたんですけども、実際にちょっと動画化してみました。まず皆さん、腰を回すっていうイメージ、スイング中持たれてる方多いと思うんですけども、腰を回すという考えでこういう状態、右の腰のスティックが前にこう来るような状態で回してくるという認識の方が非常に多いと思います。ただこの動きをする前に、実は一つ入れないといけないポイントがあります。それはですね、右打ちの方であればバックスイングした後に軸を左足に移す、これをしっかりとやっていかないと腰を正しく回して、かつボールにエネルギーを伝えることが難しくなります。よく見られるスイングのエラーとしては、バックスイングをした後にいきなり腰を回そうという意識があるので、右の腰を前に出して右足の上で回る。でこれだとスイングのエラーになってしまいます。体が開いてしまったりとか、振り遅れてしまったり、様々なミスになります。ですのでバックスイングした後は、必ず回す前にこの左サイド、ターゲット方向側の足に軸を持たせてから回るようにしてください。これは素振りをしてでも分かると思うんですけども、例えば先ほどのように右足の上で、素振りを例えば早くやったとしても、このぐらいが限界です。しかも下には届いてません。かつ、フェースもですね、やっぱ開いて入りやすいので、これだと、スライス、トップ、ラフリー、いろんなものが出てしまいます。で、先ほどお伝えした左足に軸を持たせてから回るという形で素振りをやっていくと、軽く振ってもこのぐらいのヘッドスピードにはなります。ですので必ず皆さんは、意識の中で回す前に左にちょっと踏み込む、そして回るというイメージを持ってあげてください。踏む感覚は右打ちの方であれば左足の全体で、踏んでいくというイメージを持っていただければいいと思います。ではそのイメージを持った上で一度打ってみたいと思います。そうするとですね、フィニッシュまで綺麗に決まっていくと思いますので、ぜひ試してみてください。